こんにちは、さおりです。今日は油を一切使わないチョコレートケーキを作ってみました。すごくあっさり食べられてすごく美味しいです。お砂糖も使っていないのですごくヘルシーで体に優しいチョコレートケーキです。では作っていきます。材料をブレンダーに入れていきます。ブレンダーの中にブルーベリーが入っています。冷凍のブルーベリーを使っていますが、半分ぐらい溶かしてから使った方がブレンダーが回りやすいです。デーツは細かく切ってからお湯につけておいて、柔らかく戻してからブレンダーに入れると混ざりやすいです。ブレンダーにかけていきます。冷凍のブルーベリーを使う場合は凍ったままだと混ざりづらいので、少し溶かしてから入れるのをおすすめします。全体が混ざったら型に開けていきます。表面をきれいにならしたら、180度のオーブンで25分焼いていきます。私はいつもオーブントースターで焼いています。オーブントースターでも大丈夫です。ブルーベリーをたっぷり使ったダークチョコレートケーキの完成です。見た目は真っ黒ですが、全然苦くはなく、デーツの甘さも感じられてすごく美味しいです。お子様でも食べられる味です。油を全く使っていないのですごくあっさり食べられます。ブルーベリーの感じもそんなにしないです。チョコレートケーキを食べている感じですごく満足します。油を控えている方にすごくおすすめのケーキです。油を控えている方やアレルギーがある方でも食べられると思います。すごく美味しいのでおすすめです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。感謝いたします。また次回の動画でお会いしましょう。